So, wieder da. Kodok. Goma und Krai Awasete. Kyoryokna Goma und Gehoka. Oizen. Kodok ってのは Goma を何匹食えばできるんだ? Kodok に必要なのは数より質。強力な Goma の強い汚れだと聞いている。そう。孤独の本質は食らった汚れと斧が汚れを混ぜ合わせ暴走させることじゃ。異常な力を得られる代わりに事故というものは完全になくなるがの。うん。化け物を通り越してただの力と汚れの塊になるわけか。六郎、まさか孤独を試してみようなんて考えてませんよね。いや、当然考えたぞ。強くなる手段だからな。本気で言っているのですか？今更驚くことでもないだろう。ベルベットだって散々ゴーマを食ってる。あなたという人は六郎の言う通りよ。復讐を果たせるなら何でもないわ。ベルベット、まさか孤独を行うつもりじゃ。心配はいらん。孤独なんて使わないさ。化け物になるのは構わんが、仇を倒すのは自分じゃなきゃダメなんだ。俺もベルベットも六郎。それに孤独で生まれたゴーマをぶった切れば自分でやる必要はないしな。あなたという人は。Okay. Ein Sieg, Piratenflagge. Knackiges Pfannengemüse. Und direkt nochmal.Aber ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein, wenn ich hier jetzt gerade eine Cutscene bekommen habe. Cutscene in Anführungsstrichen. Ich sneak mich mal an dir vorbei. Ah ja, ich komme dem Punkt näher, wo wir eingesperrt waren. Definitiv. Alles zerrissen. Umso weiter wir runterkommen, umso besser ist es ja, ne? Weil die Insel ja Richtung. Das heißt, die Gefängniszellen ja immer weiter unten sind. Wait, was? Achso.Ah ja, na gucke mal. Kochen. Kochen und essen. Oh. Ach, Einwegsangriff. Jedes KP sinkt. Ja, ja.KP aller sind unter 60%. KP. Na da.Kampf gegen den kopflosen Ritter, ja? Okay. Kubinashi no Kishi! Koiz na Kodoku no Oyadama ka! Naruhodo, Kyōbō sou da! Nani? Velvetto hodo ja nai wa!どこから声を出してるの？中を覗いてみろ。ゼロインパクト、効果で空砲全衝撃と。はあ、切っちまった。やっぱ混ざれ。ガンガンガン。セイドブライト。エクスカ。フラッカー。天に届いた。つむじ月下。セイドブライト。効果でつむじ月下。レイジン。効果で。キリトレット。つむじ月下。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。
つむじ月光、そこだ、食らいつくせよ、キミトレット、とどめ、キラルゲオ、ゼロインパクト、つむじ月光、キラルゲオ、リスペクト。よし、これで一件落着だな。そうね。また感じた。まだ汚れが？ううん、地脈点だよ。この島にもあるみたい。うん、俺も感じる。すぐ近くだ。多分この真下でしょ。な。Denn da unten warst du gefangen, Velvet. Korrigame durch Feuerangriffskraft plus 4. Fluoridspeer, Speer von ここは監獄島で一番厳重に閉ざされた特別監房よ。ライフセット、どう？うん、ここが地脈点だと思う。地脈点に作られた特別監房ということは、ここに捕まっていたのはクーマ。そう、飢えたクーマがつながれていた。そいつは毎日放り込まれるゴーマを食らって腹を満たし、血まみれの唇を拭った。島に何百といるゴーマや悪党の発する汚れをカノヌシに送っているとも知らずに、ある日からくりを知る女精霊が現れ、結界を解いてクーマを檻から出した。クーマはその精霊すら容赦なく食らった。そしてあたしは手に入れた弟の仇を討つための力を。ベルベットがクーマ。はい。監獄島は囚人の出す汚れをクーマに食わせる餌場だったんだな。だがベルベットが脱走したせいで汚れが溢れた。うん。モアナの村と同じことがここでも起こったんじゃな。アルトリウス様がそんなことをするはずが。そんなって、どれのことよ。病弱な弟を生贄にしたこと、クーマになった妹を監禁したこと、全部あんたが称える同志様がやったことだ。カノヌシの力を手に入れるために。きっと何かお考えが。どんな世界の痛みを止める、ふざけるな。あの子の痛みは誰が止めるんだ。あの子の絶望は誰が癒すんだ。世界のためならラフィーは、私の弟は殺されて当然だって言うのか。とにかくこれでクーマを一匹探す手間が省けたわね。ベルベット、モアナ、なんじゃ、怒鳴られて幻聴が聞こえるようになってしまったのかい。嫌な感じがします。モアナに何かあったのかも。でももう首なしの騎士は倒したよ。でも気になります。お願いです、昼間に戻りましょう。ディフィニティフ。Definitiv werden wir das tun. Falsche Richtung, da. Kann ich nicht, schade. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist eventuell dadurch, dass der kopflose Reiter jetzt tot ist, die Dings sind jetzt, die Exorzisten hier wieder aufgetaucht? Oh, Alter, das wäre nervig. Velvet war Kuma じゃったとはな。
前々から妙なやつじゃとは思っておったが、それよりベルベットが叫んだ言葉が気になります。ライフさん、ベルベットがユース様の妹というのは本当なのですか？僕も初めて聞いた。もし事実ならアルトリウス様の先君を知っていたのも納得ですが。気になるなら聞いてみればいいだろう。ベルベット、お前とアルトリウスはどんな関係なんだ？ちょ、無神経すぎますよ、ロクロ。いいわ、全部聞こえてるし。アルトリウスは死んだ私の姉セリカの夫よ。私と弟にとってあいつは義理の兄だった。10年以上一緒に暮らしたわ。やはりそういう関係じゃったか。アルトリウスは弟を生贄に、妹をクーマにしたということだな。そんな、自分の家族を。関係ないのよ、うん、家族なんてあいつの子なんて子よりも善。理想の断りを実践しただけなんでしょ。おしゃべりは終わり、港に急ぐわよ。Weiter geht's. Ja. Dies ist leider genau das, was er getan hat. Ach nö. Hör mal auf, bitte. Geh mir mal aus dem Weg. Die Frage ist, wo komme ich schneller raus? Huch. Ach so, hier ist auch noch ein Zellenblock. Also definitiv hier. Das war doch eh gleich irgendwo vor mir, oder? Doch nicht. Okay, Glück gehabt. Kegare o kurau Kuma. Sore ga Berbetto no shōtai ka. Afureta kegare ga hito o gōma ni kaeru. Tsuyoi kegare wa hashita ningen ga shinda ato mo nokori.死体や魂を傲慢化して暴れ続ける。それがアンデッド系やファントム系の傲慢だ。汚れを食らったからあいつが殺した傲慢は人間の姿に戻ったんだな、うんうん、おかげでアンデッドとかにならずに済んだってことだよね。とはいえ死体として救われてもの、うん、汚れだけを食らって傲慢を人間に戻せないのかな。無理だな。汚れには相乗効果で強まる性質がある。クーマが致命点を通してカノの死とつながれば、周辺地域の小さな汚れを吸い込んでゴーマの発生を抑えることができるようだ。だが一度ゴーマ化するほど膨れ上がった汚れは人間の心のままに際限なく溢れ出す。そう、発生源を断たなきゃ食い剥がせない。それが私の力よ。別にいいわ。私にとってもこの方が都合がいい。アルトリウスへの憎しみを忘れずにいられるから。地脈点から離れた以上、食らった汚れもお主の力になるんじゃろうしな。ええ、憎しみって名の力にね。そう。Achso, stopp, warte mal. Ich hatte ja... Okay, definitiv nein. Jetzt nach rechts oder links? Links, glaube ich, ne? Mona no Hime! Uh-oh.